生き方しよう。で、気を愛しなさいと、完全なものになりなさいと。両方とも、大切ですね。完全なもの。福音によると、あるいは、初代教会によると、この完全という言葉は、乏しいことはないという意味です。欠けられているものはない。欠けているものは、ことはない。私は満ち溢れています。私にはもう何も、ね、足りないことはない。何も欲しいこともない。私はそのままでいい。そのままでいいだけではなく、私は本当に満足されている。私には命が満ち溢れているという意味です。完全なものはキリスト者と言います。ね、聖パウロが言っています。私たち、完全なものである私たちの間に、などなど。完全なものである私たちが、などなど。キリスト者。なぜかというと、挙動期間が、終わると、やっぱり洗礼を受ける。で、洗礼を受けることによって、古い人間が、死んで、新しい人間が生まれ、そして聖霊で満たされます。聖霊が人間に、与えられると、あるいは人間は聖霊で満たされていると、やっぱり乏しいことはない。何でもあります。何でもというのは何ですか？お金、健康。違う。神の本質。神の本性。神の賜物。神の、恵み。すべて。神の命。息吹。その聖霊は息吹です。だから神の命を持っている人が何でもできるようになります。神と同じようにもっと神ご自身が自分の霊によってキリスト者のうちに何でもする。何でもする。なんか、ああ、いいキリスト者とか、ああ、この、仕事ではないキリスト者は。私たちは時々キリスト者は、このような仕事をしなければならない。このような務めを果たさなければならない。じゃないんです。じゃない。キリスト者は新しい人間です。キリスト者はキリストのもの。キリスト者は新しく生まれた方。永遠の命をもたらす方。だから、人間は、立ったり、ベッドを立ったり、顔を洗ったり、朝ごはんをしたり、食べたり、仕事に出たり、そして家に戻ったり、晩ごはんを食べたり、家に、家族と話したり、そして、ベッドに入ったりするということは自然でね。キリスト者は、これをしながら愛すること。みんなと同じように生きるが、すべてにおいて愛すること。すべて。で、この、毎日毎日、私たちの自生活には、精霊に満たされたら、どこにいても、何のことをしても、何のことを考えていても、愛すること。愛することとなる。すべての状態は愛する場となる。忍耐する、許す、憐れむ、相手の話を聞いてあげる、相手の悩みを大事にする。そして、トップと言いましょうか、敵を愛する。敵を愛する。なぜかというと、キリストご自身が敵を愛しています。あなた。敵であったあなた。敵であった私は、キリストに愛された。ユダ、覚えていらっしゃるんですか？ユダは、イエス・キリストを裏切った時には、切腹したね。キリストに切腹した。注意した。ゲッセマニ、オリブの園に。で、キリストは何をする？ユダ、友よ。友よ。自分の敵を友と呼ぶ。彼を殺そうとする。彼を裏切ろうとする。それだけじゃなくて、裏切った。裏切られている。その時には、その瞬間には、キリストは、友よ。あなたが、キリストを裏切る時、私はキリストを訴える時、
非難されるとき、彼に侮辱するとき、彼に対して悪い態度を持っていたとき、抵抗した、背いたときには、彼のことを軽んじたときに、彼がいつも手を広げて、友よ、友よ。これは敵へのキリストの愛し方。私たちはこれを教会の中で経験することができます。本当に感動するほど、私たちは罪深いママに教会に行くじゃないんですか。お父さんと和睦していないところ、両親ともう本当に裁きばっかり、文句ばっかり、奥さんをなんか、ね、大事にしないとき、しなかったとき、主人を軽蔑したとき、などなど、その心を持って教会に行きます。本当、死んだものを通して教会に行きます。神の定期通して教会に行きます。キリストの定期、キリストは相手のうちに生きるでしょ。で、私たちはキリストを恨みながら教会に行きます。で、キリストが私たちを迎えます。何回も何回も私たちはこの経験をしています。太陽はつまり命、そして水、命、恵み、計らい、善であっても悪であっても、正しいであっても正しくないであっても構いません。神は全ての人々を愛しています。同じ太陽、今朝出た太陽はあなたと、あなたよりずっと優れている、ずっと良い人の上にも昇った。同じ太陽、同じ水、同じ雨が命を与え、何をしたのか、我らは何をしましたか。この太陽を見るため、この太陽の光に生きるによって生きるため、罪を犯しました、あなたと私。しかし神が私たちを愛しています。これ神の完成、神の完成さ。神はみんなをそのまま愛することによって完全なものであるということを示す。私たちはこの霊をいただくことによって、そして毎日毎日教会の中では、教会の中ではそのまま愛されているということを経験することによってキリスト者となる。キリスト者となると完全なものとなる。不完全なキリスト者はいない。不完全なキリスト者は一人も生まれたことない、ことはない。キリスト者はいつも完全なものです。キリスト者はキリストのもの、キリスト者は聖霊によってキリストのもの、キリストと一体となる。キリストの人生、キリストの考え、キリストの行い、キリストの話、すべてをする。キリストご自身はそのキリスト者の中に生きているから、だから敵を愛することになる。これは神の技、私たちの中に、教会の中で行われる神の技。